士、もうできたか？うむ、さあ、これだ。もしよければだが、ここのすぐ北にある研究施設の精神波の放射装置を無効にしてくれるとさらに助かる。自信を持って言えるのは、我々が仕上げた機器は君の精神をしっかり守るだろう。わかった、じゃあな。これが精神波の防護ヘルメット。ゲートキーパーに会いに行く前にこいつのテストも兼ねて研究施設に行ってみるか。博士が言うには、この工業団地の建物ないから研究施設へアクセスできるらしい。地下にあるとか言っていたかな。誰がつけたのか。このミラクルマシンとかいうクソみたいな装置のせいで、多くのストーカーが脳を焼かれてゾンビ化しているようだ。俺に影響が出ないのは、防護ヘルメットが想定通りに機能しているってことだ。マシンのせいで人は立ち入れないし、工業団地は完全な廃墟だ。おそらく研究施設とやらも同様かもな。こんな場所にいるのはミュータントぐらいか。どうやら入り口はすぐそこのようだな。博士にメールで知らせてやるか。いいぞ、入り口に着くのは成功したんだな。この研究室であのマシンを研究することは非常に重要なことだ。我々がじっくりと見ることができるように、あの機械の電源を切ってみてくれ。博士からの音声ログか。反応が早いな。マシンを調べることができるかもしれないとなや、興奮を抑えられないようだ。こちらは命がけの事前事業だというのに。やはり来たか。ミュータントとの戦闘は避けて通れないな。なんだ？あや、質量のある幻覚？これもマシンの仕業なのか？防護ヘルメットが完全に機能しているとはいえ、ここに長居するのは良くねえぜ。長い間、マシンが止められなかったわけが嫌でも分かってくるな。ゾンビだ。ここの研究者か、あるいは迷い込んだストーカーか。なんであれ防護なしでは自殺行為ってのがよくわかるな。わんさかい上がる。博士には後で卵代金を請求しないとな。うお、ブラッドサッカーまで嫌がるのか。最悪の気分だ。精神波の防護はできても精神の安定が保証されてないぞ。博士にクレーム入れておくか。玉切れか。よくないことは重なると、昔のストーカーはよく言ったもんだぜ。肉弾戦するか。くたばれ、ナイフの詐欺になりなヤンターでは弾薬を補充できなかったのが効いたな。一度帰って物資を整えるか。ナイフで進むか。だがクラス5アーマーの外骨格なら、ミュータントと殴り合いも可能だ。弾薬が尽きて身軽になった分、まだ正気はある。ミュータントを振り切り、マシンを停止させる。OK、簡単だな。まず一つ目。精神波の発生源だけあって、スノークかゾンビしかいないぞ。どちらもナイフで捌ける。文字通りな。やはりスノーク程度では、クラス5の合金は抜けない。一安心だな。それでも傷の手当てと、外骨格の修理は怠らずに進む。ストーカーを殺すのは、好奇心ではなく慢心だ。
ゾンビどもは脳が焼けちまってるから走れない。回避して進むのが利口だ。これで二つ目だ。うわ、本当にしつこいな。これだけいると、全部肺で博士にきっちり買い取ってもらうか、考えちまうよ。一つ言えるのが、ここじゃナイフが値段に見合った働きをした。スペツナズ特注品だったが損はなかったよ。最後の停止レバーを引いたな。何が起こる？うん？頭が、ひっくり返ったかと思ったぜ。おいおい、念力で物投げてきてるのはバーラーじゃねえか。初めて見たときは、知り合いにニュートンがいないことを嘆いたな。出口を塞がれちまったか。まだ手はある。脱出地点まで逃げ切ってやるぜ。ミュータントの幻覚はアノーマリーが原因か。幻覚にも効くナイフ。テレビューに追加だな。マシンを停止させたおかげで、ミュータントが活発化したな。この様子じゃ、すぐに他のストーカーたちもこの一帯を探索に来るだろう。X16 研究施設から、ヤンターの掩体壕まで戻ってきた。ミラクルマシン、の停止を確認した後、博士が回収班を送ってくれたようだ。帰りもナイフ一丁、になるところだったから正直助かったぜ。単なる人助けのはずが、とんでもない冒険になっちまったな。プレインスコーチャーを停止させる、予行練習になったと考えようか。さて本来の目的に戻ろう。陸軍倉庫の、防衛船、ニューゲートキーパーが、ストレロックの確実な手がかりになるはずだ。陸軍倉庫へはロストクからすぐに行ける。それにだいぶ寄り道をしたからな。準備は万端だ。今回はガイドも必要ないぜ。陸軍倉庫、軍用倉庫でありフリーダム派閥の拠点と化している。その先に防衛線があり、その境界線を守るのがゲートキーパー。彼に会いに行こう。